Hello, this is、uh, Hiroshihaya Shihama Maseri Japan. This is、uh, a sort of my opinion on intellectual surroundings. みなさん、こんにちは。今日は周囲科学と周囲、まあ、文化について説明したいと思います。周囲科学、周囲文化。どういうことかというとですね、一つの科学や 文化が発展、発達するためには、その周囲の科学、あるいは文化の発達、発展が必要だということなんですよね。まあ、その周囲科学がないまま、あるいは周囲文化がないまま、一つの科学や文化だけが特異に発達するということはありえないわけであります。で、例えばギリシャ彫刻というものを考えてみましょう。ギリシャ彫刻というのは、まあ 特異な発達を遂げたわけであります。それに至る過程プロセスもありません。それから周囲科学も文化もありません。わかりやすい例で言いますとギザのピラミッドがあります。ギザ周辺と言いますかピラミッドができた周辺にはですね道具らしい道具は何もないんですね。丸い石と制度、まあ、もしくは鉄でできたのみのみなんですよね。 それだけで石を直角に割りそしてそれをまあ組み立ててギザのピラミッドを作ったというわけであります。ありえないですね。で今私はここでギリシャ彫刻のミルとミルのヴィーナスとそれからガンダーラの仏像のー釈迦竜像を比較しています。で髪の毛がパターンが同じだということを証明しているんです。もちろんこのウェーブのかけ方も6列あるわけですけども 全く同じようにかかっておりますそして一本一本精査してみるんですよね。ただし細い太いの,あのランダムのかけ方は違います。それからこの細いってあのとあの一見あの髪の毛が途中で切れているように見えるでしょう。しかしこれを大きく拡大してみますと細い、必要ないほどまでに細い線がですね髪の毛と髪の毛の間に1本あるんですよ。あの こうして、ね、あの写真で見るとあの突然途切れているように見えますけども途中から現れる線はありますけども途中で消えるあのこ向かって右の方からですよ途中であの現れる線はありますけども途中で消える線はその,そのためないんですこんなところまであの作る必要があるかなと思うぐらい細い線でずっと細い線でつながってまた左の方で現れるということがあるんです それが、まあまあなぜな、なぜそういうふうにこのミロのビーナスとガンダーラの列車が流像にこだわったかと言いますと、他の部分はですね、例えばまあ学者が言うようにですね、ガンダーラの美術はギリシャ彫刻の影響を受けたと、まあ、そのようなことを言うわけですね、先日もあるアメリカの考古学者の方からですね、 えー、アレキサンダー大王がですねあのギリシャの彫刻師をガンダーレ連れてきたんだっていうのことをだから似てるのが,似てるのが当然だっていうのことをあの書いてきましたしかし皆さん髪の毛まで同じということは必要ないしあり得るでしょうかしかもですねこれはあの誤解なさってるかもしれませんけども釈迦流像とあのミロのヴィーナスは大きさが全く違うんですよ あのミロのビデオさんは210センチほどあるんですよね。釈迦流像はそのうちちょうど2分の1の大きさしかないんですよね。そういうことも考えて、この髪の毛のパターンというものを考えていただきたいと思うんです。今、たまたまビデオでは今あの、中宮寺、法隆寺の中にあります中宮寺と、それからガンダーラの仏像、代表する仏像をですね、こうして並べてあー比較しているわけですけども、プロポーション全く同じなんですよね。 あの顔のプロ,プロポーションというのは非常に難しくてですね、同じ顔の人間でもですよ別々に撮った時に写真をくっつけても絶対にうまく合いませんよ。しかし、この仏像は2つとも全く同じなんですね。違うのは鼻の長さと鼻の形、そして唇の厚さと大きさだけなんですね。あとは全く同じなんですよ。で、こういうことが本当にあり得るかどうかということなんです。もちろんガンダーラから、えー 日本の法隆寺へ来るためにはですね、5600キロの距離がありますけども、ぐるっとこのなんて言いますか、まあ、今までの説によれば、ヒマラヤ山脈をぐるっと北上して回って、それからシルクロードを通って、中国を通って、日本へやってくるわけですから。そこなんですね、周囲文化ってのはどういうことかというと、じゃあ紙に写して、メモをして、そして持ってきたんじゃないかというふうに考えられた方がいらっしゃると思いますね。紙はどうしたんですか メモはどうしたんですかそれに至るスケッチ、あるいはそれを教える技術、それを教える学校、先生、そういったものはどうなんですかそういうものが全くないまま、突然、なんて言いますか、ある文化だけが突出して,発達,するってこと発達したわけですよね。そういうことは原則としてはありえないということを私は申し上げているわけであります。 例えば、どこかの国ではですね、まあ最近、日本とまあ競合産業ということで、自動車鉄鋼ね、それから電子,電子産業などが非常に発達しておりますけども、どこかの国ですよ。それらは日本から全部盗んでいったからこそ可能で可能ではなかったんでしょうかそういうものが昔からあって、そしてそれがですね、あの熟成してそういう科学が生まれたというのであれば、私はそれは全然納得しますけども、そういった過程、プロセスがないまま、ある日突然ですね、あの 自動車を作ったり、あるいはその電子製品を作ったりするということ自体があり得ないということなんですよね。唯一の方法は盗むという方法ですね。あるいは技術者をあのまあそのまま引き抜いていくということですよね。まあ、それしかないわけです。まあ、当時の,あの世界情勢を見た場合ですよ。ガンダーラというまあ地域を見てもですね、遺跡を見てもわかるように、他に何て言いますか、知的な文化遺産らしいものは ないんですねただ大きな岩で作った遺跡が残っているだけでしてでそういうとこ,ところからですね極めて精緻なあの仏像が生まれたというところにここに無理があるということなんです、まあ、先日もちょうどまあ先月ですかあの八戸へ行ってきましたそして私はあのオーパーツ以上のオーパーツと言いますかねまさに宇宙人の,あの宇宙服を着た、えー 道具を、まあ、見て驚いたわけでありますけども、今から3500年前の日本人がですね、あれほど精緻に、精緻な、まあ、衣服といいますか、着物を着てたということはありえないわけですよね。しかも靴を履いてるわけですから。そういうものを見て、えー、道具だ日本、日本の道具だ、道具だというのは簡単なことですけども、じゃあその周囲の科学、文化、あれはどうなんでしょうか。ないんですね。 なおち一つの文化や科学が発達するためには周囲の科学あるいは周囲の文化の発達も必要だということなんです例えば、まあ、こうした彫刻を作るについてもですよもう私は何度も申し上げてますように 3D 写真のテクノロジーを使って作ったんだということを申し上げておりますそれは同じものが同じようにできたというよりは わずかな時間差を置いて同じ,も同じようなものというか、まあまあ、見た感じには区別もつかないような同じものができているということが証拠だということを申し上げているんです。いいですかほんのわずかだけ手,手の位置前後が違う、顔の向きが違う、衣服の乱れが違うというような銅像を一人の彫刻が作る,か作ることはそもそも不可,能だし不可能であるし、そんなことしても無意味なんですよね。あるいは 何人かの彫刻家がですね、同時に同じモデルを見て作ったということも、これも不可能なんですよね。というのは、ミロのヴィーナスについてもですね、似た全く同じ像がですね、その紀元前300年、20年頃ですから、ミロのヴィーナスができる200年前に既にもうあるわけですから。またガンダーラの立像、この今シャ込み釈迦立像ですけども、釈迦座像というのもあるんです。髪の毛のパターン、形、同じなんですね。ただし、この釈迦竜像の方は彫りが全部ね、シャープなんです。 釈迦座像の方は丸いんですね耳の形もすべて統一して丸いんですそういうようなことを考えますとこれはあるまあ彫刻の機械をね調整したとそのようにしか考えられないわけでありますでこれに対してまあ現在の技術で持てる方法としてはねあのレザーレザーまあカットをしたということもありますけど今じゃあの水圧でね機械キッ実際にはあの水であの 水圧を利用して掘るという方法も一般的になされているんですよね。必ずしもそのビットを使ってガリガリ掘るということでもないんですよね。ですから、まああの掘り方はまだまだまだ人間が未知の部分があるかもしれません。 それはまだ、やっとに、にそれはそうでしょう。今から50年前の人にですね、3D 写真技術なんてこと言ってもね、これは理解もできなかったし、想像もできなかったし、お前は空想で物を言ってるのか、SF 調整かということになってしまったわけですね。しかし今、やっと人間はですね、3D 加工機といものをあの作るようになったんですね。今からちょうど私が浜松来た頃ですから、 40年ぐらい前には浜松には平安木工とか正田鉄工,と鉄工さんですか木工さんですかというところで 3D ルーターというものを作っておりました。それはあの簡単なですね、本当に簡単な例えばあのドアを作ったりというような時にです、ね、同じように加工していく、まあ、加工機を作っていたんですね。それは現在ではもう立体的な 3D の加工機までできるようになったわけです。たかだかまだ50年ですよ、皆さん。こうしたものがあの 考えられ、この人間社会で発達したのはこの50年なんですね。じゃあこれから先50年後にはどうなるかといいますと、さらに複雑で精緻な立体加工機ができるということはこれは言うまでもないことです。まあ、ここで私、今皆さんにあの何を示しているかというと、あの上のミロルヴィーナスと、それから下,下の釈迦龍像の髪の毛の,あのパターンが同じだということを皆さんに示しているんです。これは あの事実なんですよね。それから、ウェーブのかけ方もよく見てください。1、2、3、4、5段ですか、ありますね。ただし、メロル・ヴィーナスの最後のウェーブはあの、いわゆる髪の毛の団子に隠れてますから、1、2、3、4、5のこの半分があの右から数えてですよ。半分隠れております。で、このようにですね、髪の毛はパターンは同じだということを、一本一本精査してみたんですね。 一本残らずみんな合うんです。数が同じだということで,でもまあ大変なことなんですけども、パターンが同じだということに私は気がついたわけであります。というのはですね、3D 加工機ではですね、いくら写真を撮っても髪の毛の細い部分までは表現できないんですね。できないんです。あ,のある程度塊がないと。 かかりますかそれはあのいくら写真を撮ったって髪の毛だけは、まあ、3D 加工機ではそ,あのそ,そこまでの技術も必要ないしもうそんな髪の毛のような細いものをです、ね、削ったところでまた意味もないんですね、バラバラに壊れてしまうだろうし、折れてしまうだろうしねですから髪の毛だけはみんなこのペタッとくっついたような髪の毛になるわけです。ふわっとしたふわふわ感は表現できないんですよね。 まあ、そういうようなことも考えまして、あのこのじゃあなぜ社会流動と、その、 ね、ミロのヴィーナスの髪の毛が同じかということはそこに重要性があるわけです。顔の部分についてはですね、これは同じ彫刻紙が彫ったとか、あるいはその影響を受けたということで、まあ,あ、言い訳はいろいろ立ちますけれども、髪の毛だけはそういった言い訳が立たないんですね。言い換えますと、髪の毛だけは、あのまあ、これを作ってはっきり言えばエイディアンです。エイディアンのが持っているデータベース、あちこちから持ってきて、コピーペーストするしかないわけですね。あるいは、少しランダムをかけて、乱数をかけて、細をかけて、 太くしたり、細く太くしたりしていることはするでしょうけども、もしかしそのあのその程度でしかないわけですよね。ですから、私は髪の毛に注目したわけであります。このようにしてまあなってますか？釈迦龍像と、えー、それからミロのビーナスとの髪の毛は同じだパターンは同じで、これ、何度も何度も精査していましたが、やっぱり何度やっても同じなんですね。そして、この一連のこのビデオはあのずっと今までに紹介してきました。 実はこれ214号ですから今からもう200日以上も前に作ったビデオなんですよねでその当時はこのビデオを発表した時にはほとんど世間の注目を浴びませんでしたしかし今はもう皆さんねあの私がそういうことを言っても理解してくださるあのこ理解してく,くださるようになりましたですから、まあ、皆さんそ,のそういうふうに、まあ、こ,うこうしたビデオを見ていただきたいと思います で、まあ、212号、さらに211号というふうにして何度も何度も精査してみたんですね。で、最初の話に戻りますが、周囲科学、周囲文化というものはそういうものなんです。で、ギザのピラミッドについてもそうなんですけども、最初から大手がかか,か,かるんですよね。で、その後いろんなピラミッドを人間が真似して作りますけども、今みんな崩れてるんですよね。意味も意味もないピラミッドが多いんです。 多い,というか意味はありませんねしかし最初の大手をかけて作られたピラミッドだけは調べれば調べるほど何て言いますかあの例えば光の速度と同じところに井戸,の井戸と同じところにあのピラミッドが置いてあるとかあるいは1対1対3のピラミッドをつないで頂点をつないで,です、ね、直角にくとテオティワーカー行くとかあのそういったことがあのなされているわけであります。 まあここで今、線で、ね、あの示しましたけど、これね、あのよく調べてみるとわかるんですよね。あの釈迦竜像をね、ぐーっと伸ばすと見ろ、ミロのにビーナスの顔になるんですよ。ただ、目がやや伏せている点と、それから、釈迦竜像の方が、あの彫り方が全体でシャープだっていうのは、そういう意味なんです。あの釈迦座像の方はですね、非常に、ま、マイルドな彫り方が、髪の毛一本一本についても全部あのそうなってる。それから、もっと興味深いことにはですね、この釈迦竜像と釈迦リスの 割ですね、髪の毛がありますがところどころ髪の毛に傷があるんですねこの傷がある位置まで同じなんですよそれはあの釈迦流像と釈迦座像をのビデオを作りましたから是非皆さんご覧になってくださいそうすればあこれはあのコンピューターで作ったということが分かっていただけると思いますまああのいつもあの私を応援してくださっている KT さんがですねただあの推論に過ぎないということをおっしゃいましたけどもこれは推論でも何でもない事実なんですよ ですから、あとは皆さん、この事実を信ずるとか信じないとかという問題ではなくて、事実を受け入れるか受け入れないかという問題なんです。わかりますか私はただ推論でものを言うというの、ね、で、ただあの、この掘り方につきましてはね、これはどんな機械を使ったか私は知りません。それから、あのそのことは例えばですね、あの 兵,馬用の兵士たちについてもそうでしょあれだけたくさんの陶器製の兵馬用の兵士たちがいるにもかかわらず、また等身大、あれは2倍の2メートルを超えるようなその兵,馬兵士がいるにもかかわらず、いまだに釜が1つ発見されていないんですよ。小さな瀬戸物を作るにも山のようなあの釜が必要なのに。 等身大のね、その陶器製を作るということはいかに大変な技術かということはですね、あるいはこの辺のあの,陶器あの陶器の専門家の方に聞いてもですね、陶器でそれほどでかいあの像を作るということは、ものすごい手間がかかるということをおっしゃってますね。それはなぜかというと、陶器というのはですね、部分によって粘土の厚いところ、薄いところがありますとね、剥がれるか割れてしまうんですよね、熱をかけると、温度差によって。ですから、ね、ものすごくゆっくりとゆっくりと時間をかけて、長い時間かけて焼くしか じゃないわけです。そのためには巨大なた釜が必要なんですよね。だからどうやってあの陶器の陶器を焼いたかそれはわかりません。 私たちは人間がまだ持っていない技術を使ってますから、それはいつかはそういう技術を日本人間もですねあの、取得するかもしれませんけど、今の段階では分かりません。さらに、あの例えば、プーマプンコの,その残っているあの石の切り出しを見てもですね、レザー光線で切ったのではないという証拠がやっぱりはっきりしてるんですよね。レザー光線で、ね、岩を切りますとね、細い、もう顕微鏡で見ると分かるんですけど、細い縦線が出てくるんですね、レザーの光線に沿って。ところがそういったその。 レザー光線で掘ったような跡もないんですね。ツルツルなんです。ということは、さらに高度な技術を使って、プーマプンクの,あの精緻なあ石、切り場で,です、ね、石を作ったということがそれでわかるわけであります。まあ、人間が今持っている技術だけでですね、あのー 過去の,その古代遺跡に残っているこうした仏像群あるいはあの石像群の,、ね、あの技術加工を説明することはできない。それはできませんよ。できませんけども、しかし、こうして比べてみると、 これ、これ、かなり最初期にこれを作って、あれと思った時に作ったビデオなんですけども、髪の毛のパターンが同じだということに私は気がついたわけであります。そこでまあこうしたビデオを作ってみたんですけども、だん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 調べるを調べるほど、初めはね、80%、70%ぐらいが同じかな、あるいは半分ぐらい同じかなと思って調べたんですけども、精査すればするほど、そして写真をね、東京の東博まで行って手に入れて、精査すればするほど同じだということに気がついたわけであります。 これは事実です。正論でありません。じゃあ、こういうことがどうして可能かということはどう、どうすれば可能かといえば、当然それはコンピューターという、まあ今私たちにコンピューターと呼んでいる機械を作らない使わないと不可能なんですね。しかも、ミロのヴィーナスについて言えば、間に200年という時間を置いてですよ。間に200年という時間を置いて全く同じものがあるんですね。古い方は制度性で、ミロのヴィーナスは、これはあの、 ご存知のように、あの大理石なんですよね。逆ならできるんですよ。 あのー、コピーして例えば、あ大理石製のものを制度性に作ることと型を取ってね、ねまあ、例えば粘土のようなもので型を取って、そして制度を流し込んで作るということはできるでしょうけども、逆なんですよ、制度性のもの、制度性のものを作るにおいても、もちろんその元,の元となった像はあったんでしょうけども、制度性のものがあって、それから、あのー、じゃあ、ごめんなさい、あのー 大石のものがあって、正道性を作るのは可能だけども、正道性から大石のものを同じものを作るのは、これは不可能ですよどうど。どこをどういうふうに考えたって、あるいはその、まあね、あの固めて、まあいや、あえて言うならばですね、それは、まあ、あの粘土で作って、それをものすごく高度な技術で焼いてあ、大石に変化させたということも考えられなくはないですけども。 まあそれはまたさらに人間がね、今の現在の知恵では及ばない、はるかに高度な技術ということになっていくわけであります。ともかくも、周囲文化というものが発達する。例えば、私はあの20代の頃は、あの浮世絵に大変興味を持ちまして、金沢は空襲になっていませんでしたので、金沢まであの浮世絵を何枚も何枚も買いに行った覚えがあります。浮世絵も買いましたし、広重も買いました。しかし、いいですか、皆さん。 一,一枚、あんなち一枚の絵を作るにもですよ、すりし、ほりし、それから絵の具の発達、いろいろあるんですよ。和紙もね特別、特別な和紙を使うんですね、あれ。江戸の、あの江戸弱の和紙を使うんですよ。そういった和紙をの発達があって、彫り紙があって、色の絵の具の発達があって、そして絵描きがいて、初めて一枚の絵というものが出来上がるわけです。 いきなり絵だけがパカッと出てきて素晴らしい絵ができる。あれです、パカッと写真のようなものができるということは、周囲科学、周囲文化の発達なくしてはありえないということなんです。そしてもう一つ重要なことは、ステップということがあるんですよね、ステップ。一つの文化が発達していくためには、原始的なステップから高度なステップへと発達していく必要があるわけです。法隆寺には、まさしく人間、まあ、その後の人間が真似して掘ることができないような、まあ、人間っぽい、あの、 彫本当にね、何て言いますか、写実主義的な銅像も、あ仏像なんか仏像というか、彫り物もあの法隆寺、法隆寺にはありますけども、そうしたものが作られるにはですよ、そうしたそのプロセスが必要なんですね。そういったプロセスが全くないままいきなりできてくるというところが、これ、ここに無理があるということなんです。 ただ誤解しないでくださいね。先ほどピラミッドの例を出しましたが、人間が作ったピラミッドもあるんですよね。その後。それはもう今ご存知のようにボロボロになったり崩れたり地盤沈下したりしてますよね。同じように、ギリシャにも実はあの下手くそなあのあの彫像もいっぱいあるんです。しかし年代を調べてみればわかるように、こうしたギリシャ彫刻ができた後、あるいはその中で、家庭でできてるんですよね。 ということはどういうことかというと、そういったものはおそらく人間がですね、じゃあ俺も作ってやろうじゃねえか。まねしてあんなもんなら俺作ってやるよって言って、石を掘り始めたんですけども、うまくできない。だから放棄したっていうのはたくさんあります。ですからそういったものと混同しないように。これはイースター島もそうなんですよね。イースター島には何十数メートルも超えるような巨,巨大なモアイもあるんです。問題はそちらの方なんですね。 ところが、後で人間が真似き作った小さなものもあるんですよね。でそういったものを見てあ、人間が作ったんだ、これは墓だというのは、それはおかしいと、私はそのように述べているわけであります。ですから、その辺の混同をしますとね、あのできた年代もめちゃくちゃになってしまうんですよね。それで、まあ、あの考古学者の先生たちは、年代的な整合性ということを非常に重要視しますから、そんな、その、 年代に整合性がないようなものが、ね、あるわけがないんだという大前提でものを考えますから大前提でものを考えますからおかしなことになるわけですつまり後で人間が作ったものまでなっ、まあ、ていますか、あのー、後で人間が作ったものまで,あ,であるいはそれを基準にして何年にできた何世紀頃にできたということを言うから話がおかしくなってくるわけですよねそうじゃない、あのー、あくまでも例えばあのこの 今お見せしているこの釈迦流像とあのミロのヴィーナス大きさがこれはいいですか皆さん繰り返しますが右の方と左と同じような大きさにこう写真載せてますから同じ大きさの像だなんて思ってはいけませんよ、えー、ミロのヴィーナスは2 1 0センチ前後あるんですよ 200 204 210かからだったかな210センチ釈迦竜像の方はね台の上に載ってますけどもあ像だけは 1m もないんですよ 98cm センチじゃなかったですかちょうど2分の1でありながらも髪の毛のパターンが同じだということは要するに私たちがですねワープロで文章を書いてそれを拡大 縮小文字をね、縮小するようにして、あるいはあのコピーペーストするようにして作ってる。そしてこの花なんかも全部ね、2倍の長さに直すとですね、ぐーんとね、横へ伸ばしますと、ミロのヴィーナスの顔になってしまうんですよ。なるものはなるんであってどうしようもないんですよ。確かここであの示すんじゃないかと思います。ただ、釈迦竜像の方は何度も言いますけども、彫り方髪の毛一本一本についても六角形、五角形をしているんです。 りがねあの髪の毛一本一本がですよあの断面図が五角形、六角形になってるんですよ。これそういうふうにこの掘り方がね非常にシャープなんです。耳の形もシャープです。それから前の形もシャープなんですね。そういうふうにこのこちらの方はシャープに掘れというようなまあ、あの命令をかけているんですよね。ですからそういう風になっていくということなんです。まあ、ここであのあのまの示しているのはねあの平和用の兵士とですね、あの あのギリシャ彫刻の、あのー、彫刻の特徴を言っているんですけどみんな口を閉じているということなんですけども皆さんに最後に面白い事実をお知らせ,せしますがこれも私あの別のビデオで紹介しましたけどもミロストからです、ね、ナスカに線を引いてみてくださいそして平和用の、あのー、博物館現在の,、ね、あのあります新の始皇帝の平和用からナスカに線を引いてみてください同じプラットフォームから出発しているんですよいいですか 同じプラットフォームから両方が出ている。なわち、ギリシャ彫刻と平和用の兵士は同じ、まあ、エイリアンが関与しているということがこれで証明できるわけです。まあ、さらにこの、この辺りで私疑問に思ったんですけどね、こんな子供をモデルにして何日もね、彫刻作りには皆さんご存知のようにモデルを何日も立たせないとできないんです。や,やいわや、ね、岩や筋肉の大きなどというものはですね、何日も同じように立たせておかないとできないんです。 ですから、日本の,、まあ、あの芸術家たちが作ったあれ、人間が作った彫刻を見てください。ね、あの動きというものが非常にあの育つでしょそしたらそうなんですよ。同じモデルを半年も一年も経たせておくわけに行かないんですよ。その間にも,うもう大変ですからね、まあ、大変ということか、モデルのも大変でしょうしね、あのできないんです。まあ、ここからの平和用の話になりますので、私の話はこれぐらいにしておきますが、 あの KT さんご意見ありがとうございました。大変貴重なご意見なので、一言私の意見を述べさせていただきたいと思いましたので、あの申し上げますと、あの決して推論でものを言っているわけじゃありません。推論、推論というか、あの、 推論ということになりますと確かに推論なんですよね。それはあの現実に私がそこに行ってそのギリシャ彫刻をね 3D の,の,かあのフォトグラフで作ってるのを見たわけじゃありませんのでしかしこうした状況証拠を細かく積み重ねていきますとちょうど人間の指紋のように犯罪現場に残った指紋のようにもう犯人はそれしかないんだ彼しかいないんだというような結論に達していくわけです。でこれはまあ確かに推論でありますけども推論の無数の積み重ねがですね ちょうどあの、なんて言いますか、あのジングソーパズルのようですね、小さなパーツをいっぱい集めていきますと、やがて大きな絵が現れてきて、そして結論が出るということなんです。以上が私の、まあ、今日、このビデオの中であの話したかった、周囲科学、周囲文化という意味と。 それは分かっていただけたと思いますけども、一つの,その文化、あるいはその伝統、あるいはそのこうしたね芸術、知識、技術が生まれるには、それなりの周りが発達しなくちゃいけないということなんですよね。まあ、例えば、現在いろんな、例えばこうして私たちはあのコンピューターを使って、そしてその簡単に世界中を旅することができますが、それには今言いましたように、電気の発達、それからまあコンピューターの発達、 それからいろんな発達が周りにあって、その頂点として今こうしてコンピューターの画面に像を写しながら、そしてこうしてものを判断することができる。これはまさに周囲科学があったからこそできたわけであります。わかりますかい,いきなりその人の文化、科学というものが突出して生まれるということはあり得ないということなんですね。そしてまたそこに至るには、えー、いろんなプロセス、失敗、挫折、それから試行錯誤があって、そして こうした事実にやっとたどり着くということなんですよね。この2つの事実をあのお伝えしたくて、まあ、このビデオを作っていましたあの。ご意見は大変嬉しいので、またどうぞどうぞあのこうおかしいと思うとこ,ところがございましたら指摘して,てくださいあの。喜んで反論させていただきます。Uh, thank you very much for watching and see you next time. Bye!